7月にホンダジョルのくまモンバージョン 50cc を買ったので、今日はこれでうどん自販機まで行ってみたいと思います。エンジンをかけます。まだ33キロしか走っていません。ここは蓮田市須古町のトライアルを過ぎたところです。商店に到着しました。怪しいおじさんが登場しましたね。なんとうどん自販機が3台並んでいます。今日は最高のお天気なのでめっちゃ暑いです。
今日はラーメンを食べてみたいと思います。25秒でラーメンが出来上がりました。お湯とだしを均等になるように混ぜ合わせるのと、そこにある具を出すために混ぜています。ラーメンをいただきます。すごく美味しいです。もやしも入っていました。ホンダジョルノ可愛いので気に入りました。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価お願いします。